さて始まりましたオーガニックシティ木更津。この番組は木更津市の情報を面白く楽しく分かりやすくお伝えする番組です。今回はオーガニックシティプロジェクト検討会議情報制作課の米澤と教育総務課萩原が務めさせていただきます。今回の話題はこちら、木更津市オーガニックシティフェスティバル2017です。11月26日日曜日にスパークルシティ木更津にて開催されます。オーガニックな街づくりって何？そんな疑問をお持ちの皆さんに見て聞いて体験し理解を深めていただくためのイベントです。まずステージでは地域まちづくり協議会シンポジウムや今年も木更津にゆかりのあるキャラが大集合します。スパークルシティ木更津4階のフロアを社会、文化、環境、経済の4つのゾーンに分けてそれぞれ展示などたくさんのイベントを開催します。どうですか？面白そうでしょ？去年はここから親子カフェや子ども祭りのプレイイベント、はい、ゆるキャラ大集合などなどお子さんでも楽しめるようなイベントが多かったですね。そうですね。特にですね、今回環境ゾーンで行われるキッズサイエンス講座というのがありまして、今回はウィンドカー制作をやるみたいです。ウィンドカーっていうのはどういうものなんですか？風を受けて走る車なんですが私もやってみたんですけどとても難しいです。なんですが当日は先生が優しく教えてくれるみたいなんで、皆さんお気軽に参加してみてください。じゃあ工作が苦手なお子さんも安心ですね。そうですね。皆さんぜひご参加ください。ここで皆さんお待ちかねのグルメのご紹介をいたします。フードコーナーではカズサファーマーズマーケットさんに出店いただきます。そしてメイン会場では今年も木更津東高等学校の生徒さんプロデュースの地元食材を使ったワンコインランチを販売します。このお弁当は東高の生徒さんがメニューを考え、四季味宴席たくさんが調理したものです。木更津市のマスコットキャラクターキサポンをモチーフに仕立てたキャラ弁当を作っていただきます。じゃじゃーん。すごい、本当にキサポンそっくりなんですね。そうなんですよ。では早速いただいてみたいと思います。うん、おいしい。キサポンの皮は何でできてるんですか？醤油を絡めたご飯に木更津沖でたくさん取れるスズキをタイ味噌風に仕立ててタヌキの模様を作ってるみたいです。当日は数量限定になりますのでお早めにお越しください。木更津市オーガニックシティフェスティバル2017、皆さんぜひお越しください。最後にお知らせです。11月18日土曜日に第14回木更津子ども祭りが開催されます。木更津駅港口ゆりかもめ寺町分館周辺各所で多くの出店が並びます。ぜひ皆さんご参加ください。11月11日12日に木更津アーツ高速ジェット船特別クルーズが出船します。島と目的から全4コースを選べます。伊豆大島日帰りツアーで2種類と式根島宿泊ツアーで2種類用意しています。皆さんぜひご参加ください。それでは今回のオーガニックシティ木更津はこの辺で、次回はご覧の内容をお送りいたします。またねー。